こんにちは。今日は何分で用意ができるんでしょうか。ありがとうございます、来てくれて。やっほー。やっほー、こんにちは。うん、多分5分ぐらいで準備できると思う。こんにちは。今日で4月終わりですよ。なんかテロップ打っとこう。できた。アルバムの第3次申し込み、キョンズの1時まで お急ぎください。ありがとう、コメントしてくれてありがとう。1時までです。前髪をやったら映れる気がする。前髪をやったら映れる気がするよ。ちょっと待って。前髪の寝癖がすごすぎて、ちょっとドライヤー当ててみようかな。ちょっと前髪のコンディションが悪くて。本当久しぶりに配信見る。ありがとう。一瞬こんにちは。そう、準備配信。あ、前髪が治りました。こんにちは。こんにちは。す
すごい、めっちゃこんにちは。ね、めっちゃこんにちは。コメントがめちゃくちゃこんにちは。ちょっと前髪アイロンしたら映れる。ちょっと待ってね。あと5分待ってほしい。5分待って、そう、みんな可愛いって言ってくれるけど、ことはあと30分。みんなに言われるよ、よく。ゆうなの5分は絶対5分じゃないって。今どんぐらい経ってるんだろう。ちょっと待ってって言ってから。やっほー、ゆうなん。ちょっとね、顔を映せるような感じじゃないので、あと5分待ってくださいっていうのをやってて、ちょっと待ってくださいね。でもなんか一人で準備してたら、え、これもしかして配信してても準備はできるのではないかって思ってやってる。今準備から配信してる。どう？そう、5分後。いや、でもあと3分ぐらいできる。今何しているかというと、前髪のアイロンをしています。準備を見守るのも嬉しい。ありがとう。配信しながら準備できるって思って。こんにちは。なんかでも鏡で見る自分とショールームで見る自分違うんよね。全然違います。全部褒めてくれる、ありがとう。こんにちは。ち
っと待って。え、なんかめちゃくちゃ暑いんだけど、今日もう半袖？みんなもう半袖なの？もう半袖の時期？準備が前髪だけできた。おはようございます。ゆうなちゃん、アルバム宣伝しよう。そうですね、あと 20分で話し会が締め切られますので、待ってるよ。もうスクショしないで、絶対スクショしないで。オンライン9月23日タイ行ってて無理なこと忘れてた。代わりに手震えながら10月27日にポチして、あそうなの、嬉しい。でもありがとう、その分を27日に持っていったってことか。ちんちょうぎさん、ジャーキーさん、カンさん、ありがとう。最大さん、ありがとう。 TM さん、マシュマロありがとう。ヤマシンさん、ヤマシンさん、ダルマありがとう。大丈夫、しんちさんありがとう。草刈りきさんありがとう。ユニバースさん、たけしさん、のぎんさん、浜谷55さん、カミリアケイさん、ナスノさん、ラップーさん、金のダルマ、皆さんありがとうございます。ありがとう。ミキヤくん、ありがとう。ユナンが色白すぎて黒い服着てるように見えます。やばやばすぎる。でもめっちゃ自分でもちょっと思う。最近ショールームやっててメイクとかしてない時は血色なさすぎて、なんかめっちゃ白いなって思ってる。肌がやばい。でもどうせ焼けるから、どうせ夏になって焼けるから、もう焼けてくるから多分。紫外線 VS ユーナン、みんな半袖なの？まあさっきも聞いたわ、コメントを遡る。そう、白いですよ私は。特にね、普通に生活している時には思わないんだけど、ショールームがすごい光とかの関係で白く映るような気がして。アイロンつけっぱなしだった、危ない危ない。
気づいてよかった。こんにちは。こんにちは。来てくれてありがとう。明日から5月。そうです、明日から5月ですよ。ゆうなん、ゆうなんだよ。こんにちは。そう、お台場がもう近づいてきてて、かなりかなり近くて、あ、ちょっと実感が湧かない。初お台場です。私も お台場は初めてですよ。楽しみ。紫外線は5月には強くなってるっていうから日焼け注意です。もう日焼け止め塗らなきゃ。去年の日焼け止めならあるけど、今年まだ日焼け止め買ってないから。日焼け止めってさ、なんか1年経ったらあんまり効果なくなるみたいなの聞くけど、お昼歯医者珍しい。うん、珍しい。もうやらないかも。もうやらないかもしれないっていうぐらい珍しい。お昼はファストフードです。マクドナルドかな、私の予想。あ、うーたん結婚して。ありがとう。無理無理だよ。なんか昨日めっちゃ見かけた。ありがとう。無理。長吉さんありがとう。ケンメイさんありがとう。昼休みさんバラありがとう。草刈り機さんありがとう。スーくんありがとう。ラップーさんありがとう。投げたくなる衝動に駆られた。駆られちゃってる。大丈夫、ありがとう。お昼ご飯はラーメンだった。いいね。何ラーメン？カップラーメン？あの食べに行ったラーメン。そう、日焼け止め、そう1年経ったらなんか効果が薄れるみたいなの聞いたことある。そうそうそう、消費期限あるみたいな。東京戻ってきたのにこれから。え、みんな今日何してるの？お仕事頑張って。6年1ね、晴れるといいな。今日って天気いいのかな。あ、食べに行ったラーメンいいですね。やっぱ食べに行くラーメンとカップラーメン、お家で作るラーメンとか味が全然違うよね。でもなんか違う美味しさがある。母さんありがとう。昼休み中？昼休み。みんな、な、昼休みだけに。何時まで？1時までか。こっ、あ、こんにちは。もうこのままなんかお家で出れるようにしたいな。この配信中にさ、もうさ、 お外に出れるような格好にしたらさ、いいやん。今日一日中お昼休みっていうことはお休みかな。訪問の方ありがとうございます。あわさんありがとう。金のだるま、わ、ちょっとテロップ変えとこうかな。あと15分だけだけど。お話し会、15分限定のテロップ。
ゴール今日だけ仕事で、また明日からゴールデンウィーク。そっか、なんか今日ゴールデンウィークじゃないんかな。今日はゴールデンウィーク、今日はユーナの配信を合わせてお休みにしました。あ、休憩時間を取ってくれたってこと。推しです、嬉しいです、嬉しすぎます、ありがとう。マカリ少ないけどって嬉しい、お待ちしてるわ。さっきマカリ追加した、嬉しすぎ、そういうコメント嬉しい、知れるからね、来てくれるんだって思って。あわさんありがとう、金のだるま。キリンジさん金のだるまありがとう。ゆなこんにちは、移動で仕事で移動中、なんかいつもなんか移動しとるイメージある。移動か、50分までなんでそろそろ、あ、もうすぐだ、頑張って。そっか、50分なのか、50分休みかな。今日はこれから22時半までお仕事です。うわー、頑張って、私も頑張る。今日みんな頑張ってるんだなって思って頑張るわありがとう草刈さん、今日は1時出勤、もう少しだ。あ、ほら、ありがとうございます、嬉しい、初見さんもありがとう、頑張って、嬉しい、ありがとう、ありがとう。あれ、私の仕事もありがとう、来てくれて、また次かの配信で会おうね、頑張って。フォロー嬉しい、ありがとう。ゆうな頑張ってるんだなと思ったよ、だいぶまでに体調ね、体調管理気をつけて、みんな幕張見に行きます。あ、本当？来てくれるのありがとう。あ、皆さん初めての初見の方、アバターが配布中なのでぜひゲットしてくださいね。白クマちゃんアバターと、あの女の子のアバター、ゲットしてね。キラキラ星一つからゲットできるよ。フォローもしてくれると嬉しい。アバターゲット、今キャラに入れとって、うれよかった、嬉しい、配信してよかった、嬉しい。1時までだから、あと10分ぐらいかな。夜配信は、疲れすぎてやばくなかったらやろうかな。ファミチキ食べながら仕事してます。おいいね、ファミチキ、最近ファミリーチキン、ファミチキ、ファミリーマートチキン食べたことあるかな、あんまり食べないかも。私も広島、今どうなんだろう、今日起きてから初めてスマホ触る今日起きてから初めてスマホ触るんだけど、今びっくりした、スマホどこあるんやろうって思ったらさ、ベッドのところにあってさ、あ、そういえば今日ショールーム以外で初めてスマホ触るって思って、そんなことありますか。
でもスマホに依存してないってことで、そう、健全的な生活。起きてアラームが鳴ってて、アラームを止めてからで一つも触ってないや。こんにちは、めっちゃ美白ですけど、もう日焼け止め使ってますか？今年はまだ日焼け止め使ってないけど、でも日傘は2回ぐらい使った嬉しい。そう、日焼け止めでももうそろそろ塗らなきゃだよね。でも周りは塗り始めてるかも。でもなんかさ、日焼け止め、いい日焼け止めが知りたい、めちゃくちゃ。もう焼けたくないから。なんだっけ、天気を調べるんだっけ。天気だ、天気はよくわからない。でもそんなよくはなさそうだよね。アルバム時間って、確かにね、ゆったり話せるみたい、いつものお話し会より。アルバムだからね。7月7日のオンラインお話し会の次が8月30日。そう、来てほしいな。その辺もオンライン、7月7日が一番会いやすいかな。一番日付が近くてオンラインだから。飲む日焼け止めがいい。あ、よく言うよね。なんかメンバーもよく飲んでる気がする。私今年から飲もう。飲む日焼け止めね、いいね、ありがとう。誰だったっけ、ナーミョンとか飲むやつとか飲んでた気がする。飲む日焼け止め買おうと。私はじゃあ今年から飲む日焼け止めで対策していこうと思います。ので皆さんもぜひ、多分なんか塗るのも大事だけど、もう体の中からねやっていきましょうや。だからみんなで飲んでいこう。今釣り堀のある料理屋さんに来てる。めっちゃいい。もうそれだけで、釣り堀だけです。釣り堀っていう単語だけでなんかテンション上がったわ。いいね、楽しんで。めちゃくちゃなんかゴールデンウィークって感じ。そう、七夕にオンラインだから、みんなでお願い事とかしようかな。みんながオンラインで来るために、あの何々になりますようにとか、あのダンスが上手くなりますようにとか、一人一人にいちいちお願いしていこうかな。うんちゅんフレッドさん、ありがとう。キノハート、飲む日焼け止めあるよ。あるみたい。でもたくさん種類があるからどれがいいのかわからないけど、なんかでも飲むのがいいって聞くよね。だから私も飲み薬好きじゃないんだけどさ、最近なんか飲み薬飲んでて、あのサプリみたいなやつだから、なんか慣れたから、飲む日焼け止めでもいいなって思い始めてきた。そうそう、あるみたいよ。エビ狩りの時言うな、日焼けした。もうね、私が去年一番日焼け したのがそれ、あのエビ狩りのロケの時、山口で一泊二日のロケだったんですけど、そのエビ狩りの時が一番日焼けした。もう耳とかも真っ赤になって、鼻とかも真っ赤になって、すごかった。ん、初見の方ありがとう。ロレンゾさんでやってるかな、ありがとう。隼人さんありがとう。可愛いもありがとう。嬉しい。ね、釣り堀いいな。そう、短冊にお願い事しなきゃ。ひららさんありがとう、ハート。初見の方ありがとうございます。あ、あと締め切りまで5分だから、ちょっとテロップ変えちゃおうかな1時までです。ありがとうございました。
ありがとうございますじゃない。お申し込みお忘れなく。編集締め切りです。あの初見の方はぜひぜひこのアバターたちをゲットしてほしいな。アバターゲットしてね。白クマちゃんのアバターとあの女の子のかわいいかわいいアバターが2種類ゲットできるから、あのフォローしてキラキラ星とかキラキラ星とかギフト1個からでゲットできるから、みんな可愛いアバターゲットしてね。七並べも、え、そうなの？知らなかった。そうそう、そう、こんなに可愛いアバターゲットできますよって。そうそう、このアバターと白クマちゃんアバター。そうそう、ミシェルボーイさん結婚してありがとう。無理、嬉しいけど無理。ありがとう。ヒラダさんありがとう。昨日だるま、ライカさんありがとう。なんだかキリッとしててね、なんか今日キリッとしてるよね。わかんない自分でも、なんかちょっとちいつもとちょっと顔違うみたい。七並びが今日までみたいです。今日の2時まで。調子ガチャもあと1時間。もう少しで締め切りだ。ハロー、流星さん結婚してありがとう。無理、ありがとう。無理です。ありがとう。ちょっと一応4月回してきますね。あと1時間だって。 STU48 の七並べの締め切りも。あれじゃあ チークつけてない。チークつけてないけど、なんかあの今からお、もう本当にびっくりした。よかった、アラームかけてたんだった、忘れてた。めちゃくちゃびっくりした。この音本当に苦手でも、苦手なね、苦手なアラームで起きるんだよね。電話かと思った、私もめちゃくちゃ電話かと思った。バレた。そう、本当に起きなきゃいけない時は、あの本当に起きなきゃいけない時はもう絶対起きているであろう時間にもアラームをかけるっていう。アラームそれ使ってるのバレた。アラームの音バレちゃった。ちょっと変えよう。ちょっと変えよう。アラームのさ音をさ、推しのなんかおはようみたいなのにしてる方いるの？でもこの音が苦手すぎて起きちゃう。 うざすぎてこの音が。マジでもう朝とか本当にいい加減にしてほしい。もう眠たいのにこっちはって言って、まあそれが起こしてくれるアラームなんですけどね。あ、ロゴ R、 何の R ですかこれは。マンダリンっていう音なのこれ。そう、1時をお知らせされました。1時をお知らせ。いやいや、下からメール、あ、そうだね、ありがとう。楽しみ楽しみ、また感想教えてね。ノイミーさんの目覚まし時計持ってた、持ってるけどさ、なんかさ壊れちゃったかも。なんか音がさ鳴らなくなった。なんかあ、朝だからさアラーム落としちゃってさ、なんか声が聞こえなくなっちゃったんだよね。めちゃくちゃショック。
きな音とか曲にして起きるとその曲が音その曲とか音が嫌いになるそうで専用にする。確かに朝ね、めちゃくちゃ好きな曲でもさ、朝そのアラームでさ起きようと思ってもさ嫌だよね。もうやめてくださいってなりそう。確かに推しの目覚まし時私もある。キャラにギリギリ申し込み完了。おやるやん。もう過ぎちゃった1時半。待ってるねみんな。そう、推しメンのおはようっていうのもちょっとやめた方がいいかも。そう、あのちょっと鬱陶しくなっちゃうかもしれないから、朝からもう朝から勘弁ですよっていうねことになっちゃいそうだからね。カナの配信終わったの？ね、STU の目覚まし時計ってあるのかな？どうだろう。こんにちは。こんにちは。ゴールデンダルマ集めてる。誰なん言うな。こんにちは。誰か STU の配信が終わったんかな。そうなんだ。こんにちは。みんな今日はお休み？ゴールデンウィークだ。でもゴールデンウィークだけどゴールデンウィークじゃないみたいな。あ、ありがとう。ユーナアバターに着替えてくれて嬉しすぎる。白熊ちゃんのアバターと高校生のアバター配布中です。お仕事か、頑張って。私も今日も頑張る。ちょっと待って、頑張る。ちょっと待ってね。仕事中。そうそう、あ、頑張って。私も頑張る。そうそう、手紙持ってる。可愛いアバター。生きてるだけで偉い。ありがとう、そういう言葉は好きですね。ちなみに今日の予定を見てみる。ちょっと6日までは大変なことになりそうですね。お台場までは。お台場までは大変なことになりそうですね。そうそう、話題のアバター配布中だからゲットしてね。こっち？コメントはどっちなんだろう。こっちかな、コメント。いや、こっちなのかな。みんなから見たら私のコメントってどっちなの。こっち。アバター配布中です。あの全員無料でゲットできるのでフォローもしていただけると嬉しいです。こっちか、こっち。コメントってあした？コメント PC はした？人によるのか。
可愛いって言ってくれる。可愛いな、ありがとう、嬉しい、嬉しすぎ。はじめまして。お台場楽しみだね。昼は前1列目一桁すごっ。ゆうなんのうちわとかペンライトとかみんな持ってきてね。めちゃくちゃわかりやすいから、それだけで。おー今日は25分ぐらいに、30分ぐらいに終わりたいと思います。ちょうど1時間ぐらいで終わろうかな。ゆなんはうちわやペンライト見つけたレースしちゃう。うん、そうだね。見つけたらそれはやる。こんにちは。推しの卒業が悲しすぎて電車で泣いてたら気づいたら知らない駅にいて困惑してる。もうそれは慰めに行ってあげたいけど、困惑だ。もうそれは、でもちょっとその辺でゆっくりしてたらいいんじゃない予定がなかったら。でも電車に乗ってるってことは予定があるってことだよね。昼夜とも200番ぐらいの会場入場だから。家なんから見えない。どうなんだろう。200番ってでも真ん中よりは前の方じゃない？お台場？ステーキ丼が美味しいの？かわいいかわいいすぎ言われもういっぱい言われてるから嬉しい。黒字に白い文字のうちわでもいいですか？うん、嬉しい。待ってるね。あやパン推しかな。そうだよ多分時期的にね。最近知って可愛くて気になってます。嬉しすぎ、もう嬉しすぎ。もうまた来て、じゃあまた来てね。ありがとう、嬉しすぎ。見つける。ペンライトはたまに変えようかな。私のペンライトカラーはドゥルル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 ダン、こちらとこちらです。白と薄ピンク、白と薄ピンクかっこピンクです。2本、白と薄ピンク。ねえ、雨降らないことを祈ります。初訪問の方こんにちは。めちゃくちゃさ、めちゃくちゃ充電してたやつがさ、充電器から抜けてるんだけど、もう意味がわからない。これはあ、嬉しい。ほら、ありがとうございます。充電されてなかった。肉寿司、肉フェスだからかな。ごきげんよう。そう、今度お台場でピンクと白を振るか、紫と黄色、もうそれはピンクと白を振って。もうゆうなんのペンライトカラーだったら嬉しいな。
ね、リオくんさんか現代とかで。こんにちは。ピンクと薄ピンクの見分け？ピンクと白だったら一期生さんがおられるときはマイハさんが多分白とピンクだから私は薄ピンクにしたんですよ。ずっと違いが分かるように。だから3期とか3期だけとか研究生だけとか 2.5 期生さんとやるときは全然ピンクでもいい。水色と、いや白と薄ピンク2本だよ。2本でこんにちは。でも多分毎日配信は今日で終了ですから、ありがとう今月たくさん来てくれてみんな。こんにちは。そうなのです。特にね毎日配信する予定じゃなかったんだけど、なんか続いてすごい奇跡でした。振りかもしれないけどねでもそんなめっちゃ頻度が減るってわけじゃないから。そう頑張ったね。ありがとう来てくれて。そうそう一期生さんとはでかい大きいなんか自分たちの公演とかコンサートとか一緒の時が多いから。来月からはお台場のレッスンで忙しくなると思うしね。そうコンサートとかじゃないと一緒にならないから寂しくて夜しかもう寝れてるやん。それはそれは寝てるやん。ユナンの配信は自然体で大好き。嬉しすぎるコメントやな。嬉しい。そう、そんなみんなも嬉しい。そう思ってくれたら嬉しすぎる。今はなんかちょっとなんでもない。うわ、今なんかよくわかんないけど夢力が頭の中で流れた。夢力出そうぜって流れたよ今。なんで？なんでだろう。頭の中が夢力今。これからも全然配信するよ。配信するよ。だから来てねみんなも。これからも。でもさ、たくさん配信して思ったんよ。なんか配信ってすごいなんか新しく知ってくださる方が多いって思って。こんにちは。ユナの配信見ててのんびりした気分になる。嬉しい。のんびりしてるからかな先輩たちは3期生と仲良くなりたがってる。本当ですか。3期生も先輩方とすごい仲良くなりたいってみんなで話してるけどね。確かに寂しくて夜8時間寝れたら十分。8時間睡眠はちょうどいいよ。めちゃくちゃ私は毎日ね何時間寝れるかっていうのを数えてる。今日は何時間寝れるみたいな、何時間以上寝ないとみたいなのありますから。お水曜になる一番の要因は少量。そうなのかな。配信きっかけ、それでも嬉しい。それなら
嬉しいな。ちょっとエゴサしてみよう、エゴサ。6時間相馬の方ありがとうございます。こちら X フォローしてくださると嬉しいです。たくさん投稿しております。ゆな先輩人間賞、でもなんか推しメンって言ってくださる方がいらっしゃって嬉しかったです。嬉しい。卒業されたんですけど、ミーヒンさんにも推しメンって言ってくださって嬉しかった。石田みなみさん、あやぱんさんも、りんこさんも、みんな卒業されちゃいました。もう本当に悲しすぎる。本当に悲しい。こんにちは。みんな推しメンって言ってくださったんですけど、卒業されちゃってめっちゃピエン。ゆうなの配信ごめんなさい。おすごい、嬉しい嬉しい。みんなが見てくれるから。ね、悲しいよね。初音の方ありがとう。ゆなの可愛いお顔と白いのに真面目で控えめな性格をするようになった理由。嬉しい。具体的にそんな説明してくれて照れますね。全然照れてるようなあの表情とかじゃないけど照れますねって今まで公式サイトの一応一気の推しにしてたけど卒業して。誰に変えたんだ、誰に変えたんだろうな。なんか。ちょっと自撮りを探す、いい自撮りがないか探している。あんた、え、嬉しすぎ、嬉しすぎてもうびっくりして、びっくりしてちょっとあの伏せる嬉しい、嬉しすぎだな。こんにちは。これからイベントとか先輩方とお仕事増えると思うから仲良くなれたら嬉しいな。仲良くなれたら嬉しいですね。ちょっといい写真がないかちょっと探すね。こんにちは。卒業された先輩のファンの皆さんが
ゆうなんちゃんの推しになれたらいいね。嬉しい。それはなんか引き継げるように頑張りたいよね。ね、りんごさんとお会いしたい。めちゃくちゃめちゃくちゃ会いたいです。こんにちは。初訪問の方ありがとうございます。すごい初見の方がいっぱい、ありがとう。みんなアバター配布中だからゲットしてね。この白熊ちゃんのアバターと可愛い女の子のアバターが配布中、無料で配布中なので、フォローしてくださると嬉しいです。無料で配布中です。アバター、可愛いアバターが。こちらは X、 こちらは X です。こんにちは。あ、新井さんありがとう。ヤンシゲアキさん結婚してありがとう。無理、ありがとう。無理だよ、ずっとコメントにしてた、間違えた。ナルシさん、金のだるまありがとう。ホーフさんありがとう。水スイム付きゾーンさんでやってるかな、ありがとう。岸田の上司さんありがとうございます。安野凛さん、金のだるまありがとう。たけしさんありがとう、ハート。まゆにさんありがとう。ひなひかりさんありがとう。ヤフペリさん結婚してありがとう。無理、ありがとう。無理、ありがとう。 475R さんありがとう。こんにちは。ありがとうが癖になる、やばい。ありがとう。1時間経った。え、嘘、早っ。ほんとだ。ヤフペリさん結婚して、あれ読んだっけ、これ読んだか読んでないかちょっと教えて。みなずきさん、ありがとう、教えてくれて。無理だけどありがとうにしてちょっと違う。ちょっとじゃあメール送って終了しようかな。じゃあわたしがお家を出るタイムリミットも迫ってきたので、タイムリミットが。こんにちは。流行語大賞。ね、マイキューさんのアバター。あ、フォローありがとうございます。仕事してきます。ありがとう、見に来てくれて。私ももうそろそろ終わります。本当に本当に終わる。本当に終わります。でもちょっと待って、でもちょっと待って言うな。レッスン頑張って、ありがとう。初訪問の方ありがとうございます。
そう、みんなめちゃくちゃ待たしてる。じゃあ終わりたいと思います。ありがとう、来てくれて。仕事なら上司に怒られても楽しい？楽しい？じゃあありがとうございました。13位、なるしさん、ありがとうございます。12位、キリンジさん、ありがとうございます。11位、浜谷55さん、ありがとうございます。10位、那須野さん、ありがとうございます。9位、やすのりんさん、ありがとうございます。8位、ユニバースさん、ありがとうございます。7位、昼休みさん、ありがとうございます。6位、あわおさん、ありがとうございます。5位、 TM さん、ありがとうございます。ありがとう。4位、カミリアケイさん、ありがとうございます。ありがとう。3位、ヤンシギヤキさん、ありがとうございます。ありがとう。2位、タケシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位、ヒダラさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。じゃあ30分になったらキリがいいから切ろうかな。ではまたです。じゃあちょっとランダムで読んでみよう。あ、佐々木くんたさん、金のハート、ありがとうございます。ありがとう。まさかつさん、ありがとう。ドゥルルルルルダン。41位、まーさんでした。ありがとうランダムでパンってやった。あ、フォローして帰ってくれると嬉しい。うん、こっちは X でいつも動かしてるので、ぜひぜひお願いします。バイバーイ。